どうもこんにちは、なっちでございます。はい、今回はこちらを今回はこちらでございます。はい、ザパンですね。ザパンはもうね、トラウマしかない。詳しくは概要欄に動画載せておきますんでね、見てない方はぜひ見てみてください。ということで、ザパンを使うわけではなく、今回プレシオスがメインですね。レーダーで設定してなかった。はい、もう一度いきましょう。はい、今回のメインこちらでございます。プレシオスですね。こちらも御三家の進化した組なんですけども、まあ一番正直残念です。僕も一応プレシオスを選んだんですけどね。はい、ということで、まあ何が残念かっていうと、これですよ。これ L 字の被害者。いや、 L 字ね、弱くはないんだよ。弱くはないんだけど、キラー3つと10コンボ強化と比べてしまったら、まあやっぱりちょっとかわいそうじゃん、こいつね、っていう話です。で、こっちが回復力上がるのに対してザパンが HP 上がるんで、まあ、相性はいいのかなということでいきます。で、まあ三つ練りちゃえばね、この激減もそんな気にしなくていいのかなってことでいきましょう。 L 字組んでいくぜ。溜まってますね。ということで、まず玉三つ練を使ってからのザパンで泥強も振らせてしまいましょう。はい、確か前回のザパン動画は指ちょっと短くね、ザパン動画は確かね、僕 L 字を忘れてたんで、今回は L 字をちゃんと組んでいきましょう。OK。ただ、回復の目覚めなんてしたらな、水が降ってこないわな。で、もしかしてこの回復の目覚めとエスカマリって食い合っちゃうかな。食い合いそうな気がする。水は取っときます。食い合うってか、総裁ね。しちゃいそうな気がするよね。ただまあ、ザパンのおかげで、水以外も泥気を降ってきますので、ちょっとまあ、組みやすいってのはあるよね。めっちゃ回復。火力は十分ですね。体力も11万ありますし、あなたちょっと回復力を今見れてなかったので、回復見ていきたいと思います。4つ消しでいこうか。で、光こうして、で、闇も L 字にしちゃって、これで、光が L じゃない。で、回復はなんと落ち込みもあって17万。全然問題ない。てか、火力高えな。まあ、トトってのもあるけど、なかなかいいぞ。よ。よ。あ、普通に強いな、このパーティー。あーすごい、回復すごい。三つで頑張りますね。ただこの二人がね、遅延を受けてしまったんで、残念ながらループはできなくなってしまいました。闇もこうしましょう。はい、全然7コンボとか必要ないんでね、どんどん L 字でいきましょう。エスカマリが溜まりました。こっからじゃあエスカマリのターンでいきましょうか。エスカマリ使っていきます。もうソニアたまんないんじゃないこれ。すごい高速で駆け抜けてるからさ、もうソニア多分たまんねえよ。4コンボ。しょぼい。ただ火力は出る。列みたいな感じかな。じゃ、本当はね、めっちゃ、おいおいおい、マジか。本当はめっちゃ組みたいんだけどさ、なんか時間がさ、想像以上ないもんで、ちょっと焦っちゃうんだよね。おー、6。落ち込んないっす。さあ、ボスまですごいスピードで来ちゃいました。まだ4分半です。ヘルさん、体力もね、高いんでね。陣は貯めたいよな。ヘルさん、耐久できることを信じましょう。はい、8号で盾を張る。なるほど、そんだけね、優しいね。でもう一回消す。ドックロックか猛毒かなんかしてきましたよね。ですよね。まあでもそれはね、後に関係ないんですよ。危ない。さあ、これが溜まってしまえば関係ないんで、これロック解除します。で、三つ目で回復振らせの、ザパンで泥鏡振らせの。
しかもドロ強が入りますと。まあ、これはいけるでしょう。行きましょうか。短縮あるんでね、気をつけながら行きたいと思います。短縮怖いな。まあ、しゃあない。L 字したかったけど。てか L 字しないとあかんやーん。あかんやーん。ちょっと待って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 。回復ナイス。ありがとう。三つ目大好き。危ない危ない危ない。テイク2。普通になんかソニアの感覚でやっちゃいましたわ。ってことで、気を取り直してもう一回いきます。なんで、この辺で L 字を作っておいて、こうですね。こんな感じで。あそこ分割したかったな。まあまあまあ、オッケーオッケーオッケー。強い！てかね、ザパンって強いんだよ、普通に。僕あの、精霊の中で一番ね、使いやすくて強いと思うんだよね。まあ、火力を求めんならもちろん、キーラとか、ビュートとか、あとは、モアとかさ、まあ、モアがダントツだけど、こいつ普通に無難に強いと思うんだよね。普通になんかフェスゲンとかにおっても、強いなって思うぐらい、性能高いと思います。いつかリベンジしたいな。あの闘技場マジも許さねえ。もうヘラドラこいつ調整できるめっちゃ強えやんと思ったのにさ、もうさ、まあ、一番なんかね、あれがまあ落ち込ん先輩っていう感じの動画になったけどね。はい、ということでちょっと早いですがね、あのこのスピード感もね、強いとこ証明できたと思いますんで、よかったと思います。プレシオスもね、プレシオスも決して残念ではなかったですね。比べちゃうと残念だけど、まあ、単体としては普通に強かったと思います。ではまた、さようなら。